僕へ以降は、李氏朝鮮末期から大韓帝国期の政治家で、日本統治時代の朝鮮における貴族で、実業家。日本名は山崎久春。藩所大原木元尾の子として、景気道水原に生まれる。金玉金らと共に開花島を決闘した。高所5年、金玉金らと共に李東人を日本に密出国させ、日本の情勢を探らせた。 福沢諭吉の支援を受け、高所8年、神後政変の謝罪のために派遣された、謝罪師として、日本に向かう戦場で、現在の大韓民国国旗である、太極旗のデザインを考案したとされる。僕へ以降が日本に派遣された4ヶ月間のことを、記した日記、使い、数の利略によると、8月9日に、新川から日本戦績の明治丸に乗り、 日本へと向かった僕へ行ったかしらは、船内で、イギリス領事アストンとイギリス人船長ジェームスに、それまで国旗として提案されていた八揮と対局文様を描いた個体局図を見せて国旗について相談したところ、船長が八揮が複雑で区別しにくく他国がこれを見て、作るのに不便であると述べたため、四家を削り、残りの四家を45度傾けて、四隅に配した図案が提案され、 大、中、小三本の対局機が作られたという。8月14日、神戸に到着した一行は宿泊した西村旅館に初めて対局機を掲げ、8月22日、対局機コモットと共に国旗制定を本国に報告したという。帰国後は半寸万円となり、開花政策を進めるが、主旧派の反対にあって挫折。さらに、 高所10年12月にはクーデターでン妃派からの政権奪還を図ったが失敗。日本優先の千歳丸で日本へ亡命。慶応義塾に隣接していた福沢邸に帰職し、転じて神戸に今日構えた。高所20年に交互改革が始まると帰国して内務大臣となり、改革の中心的な役割を果たすが、開国五百四年に無本の疑いをかけられ、再び、 日本に亡命した。その後、神武11年に再度韓国に戻り、李官洋内閣の宮内副大臣となったが、大臣暗殺陰謀の疑いで、チェジュ島に、流刑処分とされた。竜広氏4年の韓国併合後には、公爵となり、神宮笹久隆史会所代総裁、朝鮮貴族会会長、朝鮮銀行理事、朝鮮経済会会,会長、朝鮮一民会会長、 当は日報社初代社長、朝鮮人産業大会会長、朝鮮クラブの発起人、経常防疾社初代社長、朝鮮食産銀行理事、朝鮮総督府中水院顧問、投稿会長戦士部初代会長、貴族院議員など、日本統治下の朝鮮における要職を歴任した。昭和10年、朝鮮総督府が編纂した、朝鮮功労者名刊、 朝鮮人功労者353人のうちの1人に収録されている。韓国5番ウィキペディアによると、明治天皇の葬儀、大正天皇の葬儀、昭和天皇の即位式、それぞれに朝鮮貴族代表として参列している。1939年に亡くなり、朝鮮半島にて取り行われた葬儀は、殉国葬といえる壮観なものだったという。以上、悲嘆史紹介ズマは、 アキラ州の娘である A 恵大主、エ恵メグミ彼女は、アキラ州のこのうち唯一十代に達し成婚も、新婚三ヶ月後の1872年に十四歳で、子がなく成居。僕へ以降は、大ウつまり、王族だったが、大ウの再婚は法により、禁止ゆえ、アキラ州の慈悲で、女官たちを与えられる。ここに、アキラ州の血筋は途絶えている。娘の僕たえ玉は、 呂国春子を高祖とする神話女学校における初めての外国人卒業生である。僕へ以は神話女学校に章を残している。孫娘の牧ん玉はリ王家の利と結婚した。2004年11月27日第13回 FNS ドキュメンタリー対象ノミネート作品新たなる交流を求めて非合の政治家、僕へ以降が放送された。 2005年8月29日、韓国の民族問題研究所と新日人名、時点編纂委員会が新日人名時点の第1回リストを発表。新日ハリストに、僕栄光の名前が掲載されている。南山間奥村には、小六館訓道から移築された、かつて住んだ屋敷がある。生きてたら、何歳というサイトに掲載されている僕栄光の関連動画の中に、 家族の日本史という動画があり、家族というくくりの中で、僕へ以降が説明されている。秋なり工 KBS2001 年5月9日から2002年7月18日へチャチョルスン、朝鮮ガンマン KBS2TV2014 年6月25日から2014年9月4日へチスンヒョン。ありがとうございます。